皆さん、こんにちは。現在、海外出している30歳でファイアした投資家です。今日24日金曜日の2回目の動画になるんですけれども、クリプト仮想通貨に対するニュースをですね、おさらいしていきたいと思うんですが、皆さん、今現在、ビットコイン反発してますけれども、数日前から言ってる、このレバレッジが上がってきて、ちょっと不穏な感じがしてるというのを何回も言いましたよね。で、それがこれなんですけれども、オールエクシェンジエスティメントレバレッジレーションが 2.11 で過去最高なわけですよ。で、これに対して、どうも私はですね、納得いかないわけですよ。このまま何もなくなって終わるのかと。というふうには思えないわけですね。で、それちょっと私はリサーチをしまして、で、ツイートでちょっと見かけたので、それをですね、皆さんで一緒に見ていきたいなと思います。ということで、まずですね、このツイート見ていただきたいんですが、Perpetual Open Interest has recovered much faster than expected. Already back to levels before the recent long squeeze. Almost all of this new open interest is stablecoin merged contracts when squeezed. ということで、どういう意味かというと、まずですね、これが、Future Open Interest Leverage Ratio なわけですね。で、これが has recovered much faster than expected ということで、リカバーしたというのはどういうことかというと、ここの時ですね、オールタイムハイの時のレベルに、大体ほぼリカバーして、今現在はリカバーして上まで行っちゃってるわけですよ、2.1 まで行って。で、それが、結構早くリカバーしちゃったねということなんですが、ですね、almost all of this new open interest is a stablecoin margin contract。これどういうことかということなんですよね。それをちょっとですね、紐解いていって、それからの因果関係、過去にあった因果関係をですね、ちょっとですね、紐解きたいなと思います。まず、オープンインタレストとは何なのかということで、何回もですね、私のチャンネルはやってるんですが、おさらいでこういうふうに定義されているらしいです。オープンインタレスト is amount of money by both shorts and longs。つまり、売りと買いですね。put とコール。used to leverage margin positions in the future market ということで、future market は日本語で言う、あれですよね、信用じゃなくて、先物らしいですね。先物ですよね。で、先物で、レバレッジをかけたポジション。で、どっちでも OK。つまり、ポジションは上でも下でもどっちもいいんですけれども、つまり、レバレッジをかけた先物のマーケットのことを言っていて、もし、オープンインタレストが高い場合は、There's a strong possibilities whales will manipulate the market squeeze or liquidate one or both ということで、オープンインタレストが高すぎれば、つまり、レバレッジが高すぎた場合はですね、かなりの確率で、クジラがですね、マーケットマニピュレートしてガツンと下げる、つまり、スクイーズで、下ろすか上げるかどっちかでもあり得るんですけども、どっちにしてもスクイーズをするというのは、つまり、ガツンと上げるとか、急落、急上げですね、暴落とか爆上げをして、リクイレートすると。どちらかですね、スクイーズをするかリクイレートするか。で、どちらかもしくは両方もあり得ると。で、リクイレートというのはつまり、急に上げることで、そのマージンがあるわけですね。皆さん、レバレッジしている場合というのは。なので、プライス幅が下がった、上がったで、ストップロスで、リクイレートされるということで、それがオープンインタレストで、それがですね、つまり、先物のレバレッジがですね、めちゃめちゃ上がっているということなんですよね。先物への現物ではなくて。で、それがまずオープンインタレストですよね。で、それに対して、もろもろあって、じゃあ、で、次、何がわからない。何を知りたいかだと、Open Interest is Stablecoin Margin Contract。この意味がどういうことかというと、例えば、仮想通貨のコインによって、プラットフォームによってはですね、クリプトの仮想通貨、例えばビットコインとかイーサリアムとかを、コラテラルとして、預けることで、預けてから、ローンで借りることができるわけですね、ステーブルコインとかを。で、それで借りたステーブルコインで、他のものを買う。例えばビットコインまた買い直すとか、逆に違うもので言えば、例えば100ドル入金しますよね。で、それを USDC と USDT に変えるとステーブルコインに。で、その100ドルをステーブルコインで変えて、それをコラテラルとして、安定しているので、値幅が動かないじゃないですか、ステーブルコイン、USDC とか。で、それをコラテラルにして、そこからですね、100ドル入金して、それをですね、コラテラルにして、借り入れると。もう一回ローンで借り入れて、その借りたお金で、ビットコインを買うとかですね。で、それでビットコイン買いました。で、そのビットコインまた、コラテラルとして入れて、またもう一回借り入れるということができるわけですよ。無限ループで何回のレベルにもを使ってですね、どん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 借り入れ入れて、もう、元金が100ドルだったけれども、例えばそれで10万、1万ドル分、じゃなくて1000ドル分とかで買えるわけですね。100ドルから1000ドル。つまり1万円入れたのに、10万円とか20万円とかで超オーバーコラテラライズして借りることもできるわけですね。で、それがステーブルコインであると。で、ステーブルコインを使ってやることで、ビットコインとかを買うことができるということで、それがですね、ここに書いてあるんですけど、下の方ですね。ステーブルコインは borrowed by other coins long. When all other coins are borrowed, it's usually to be shorted. ということで、ステーブルコインを借りたときには、by other coin ということで、ステーブルは borrowed。つまり、マーケットからしたらですね、つまり、バイナンス側からしたら、ステーブルコインの USDT を100ドル分、エクシェンジにコラテラルとしてやりますと。1回置きますと。で、それで、そこからですね、100ドルのうちの、例えば、70ドルぐらいを借りるわけですよ。ステーブルコインとして、また、今度はローンで。自分の元本をコラテラルにして、そこから、例えば、マージンコールとかもあるので、例えば 30% とか 40% とかはキープされますけれども、それ以外 70% 分を自分で借りると。で、借りたステーブルコインの 70USDC を、今度それを使ってビットコインを買うとかっていうことですね。で、ビットコイン買ったら、その70ドル分のビットコインをまた入金というか、コラテラルして、
そうすると、今現在の、元本というのが170みたいになるわけですね。どん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 。そうやって増えていって、オーバーコラテライズすると。それが起きている可能性が高いと。つまり、ステーブルコインを使って、レバレッジをかけてどんどん借り入れて、それを使って、まあ、ビットコインと他のコインを買っているような、ようなからくりになっているようなわけですね。で、all other coins are borrowed. It's usually to be shorted. ということで、ビットコインを借りて、で、それを売るという場合は、これが、場合は、ステーブルコインの、マージンコントラクトが増えないということで、今、ステーブルコインのマージンコントラクトが増えているので、その場合は、これですね、ステーブルコインを使って、まあ、クリプトのビットコインを買っているのではないかと、レバレッジをフューチャー先物でやっているんじゃないかというふうなツイートです。でちょっと長くなりましたけども、で、他の、まあ、ツイートもろもろあってですね、ちょっとドンピシャな感じがあるので、これですね、Whales are setting up a play, leverage ratio climbing rapidly, while whale inflow ratio spiked twice recently ということですね、これが whale ratio で spiked twice。で、このウェイオレーションがスパイスはどういうことかというと、まあ、この人曰くですね、あの、ヘビーショートインテレスト、セッティングアップスクイーズゴイングイントゥーザニューイヤー、look for the move up to upper daily Bollinger band 52K ということで、これ、ウェールがインフローで入れてる、つまりウェールがですね、ビットコイン入金してるわけですよ、エクシェンジに、オンチェーンに。じゃあ何をするかというと、まあ、考えられるのが、その入れたビットコインを売ろうとしてるのではないかなということなんですね。でそれが他のツイートもあるんですけども、ここに書いてあるように、Whales are likely moving Bitcoin onto exchange to provide collateral for leverage position in anticipation of FOMC meeting. これは15日ぐらいの時に、想定された、まあ、ツイートなんですけども、まあ、どっちにしてもこのインフローがあった場合というのは、likely、おそらくビットコインをエクシェンジに移して、それをですね、コラテラルにして、レバレッジを使って売るのではないかということなんですよね。で、その可能性があると。で、この時まだ売られてなかったわけですけども、まあ、それと、まあ、似ていて、これですね、ウェールのインフローが2回今入ってきていると。で、それをコラテラルにして売るのではないかなというところが、今これ、可能性として、Persistent Bearish Bitcoin Sentiment Suggests Heavy Short Interest, Setting Up a Squeeze Going Into the New Year ということで、年末年始にかけて、かなりのショートインテレストがあるから、値段が上がらないと、かつ、ですね、ショートスクイーズがある可能性がありますよということで、これ警告しているわけですよね。これ、かなりレバレッジ上がっているという、先ほどあれですよね。レバレッジ上がってると。しかもこれがステーブルコインのが多いらしいです。そうすると、まあ、ステーブルコインを使ってビットコイン買ってる人が多いと。じゃあここでウェールが来ますよと。ウェールが借りに来ますよと。じゃあ実際にウェールは何をしてるかというと、まあ、あのビットコインとかをコラテラルとしてエクシェンジに入れて、売りの準備にかかってるのではないかと。というふうなことが読められてるわけですね、ここまで。で、ここまで読んでて、ほう、なるほどなと思ったんですね。つまりウェールレーションの意味は私分からなかったんですが、そういうことなのかというふうに分かりました。で、実際にですね、これ見てみると、これステーブルコインサプライレーションでステーブルコインが減ってるわけですよね。こうやってどん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 減ってるのはどういうことかというと、まあ、おそらくステーブルコインを借りて、借りたステーブルコインビットコインとかに変えてるのではないかなということなんですね。つまりこれレバレッジをかけてステーブルコインを借りてるわけですよね。だから減ってるのかなというふうに思うんです。で、これもこのレバレッジが上がってるのが大体がですね、ステーブルコインのマージンレーションがマージンコントラクトが増えてるというツイートがあったとですね、これですね。Almost all of this new open interest is stable coin margin contract なので、ステーブルコイン使って、変換しているようなので、そうすると、まあ、確かにですね、まあ、理屈が合ってですね、これも減ってるので、まあ、ステーブルコインが変換されているわけなので、まあ、そうすると、あとはですね、まあ、ウェイルレーションもの、あれも、重なってですね、まあ、おそらく、ショートインタレスト、これでまさにこれですね、セリングアップスクイーズゴイングトゥザニューイヤー、これありえそうなわけですよ。で、ここで、あ、なるほどなと、ここまでなんとなくデータをですね、データから因果関係というか予想できたなというふうに個人的に思いましてですね、私が持ってたこのレバレッジちょっと変じゃねっていうのを、この後ですね、それ以外のウェイルレーション、ウェイルインフローとかも含めて、このように解説してあったので、まあ、これ、まあ、ノストラダムスではないので、予想というのは不可ですけれども、まあ、ただ、過去にもそういうことがあったというのがツイートであったので、じゃあそうしたら、まあ、これもう一回起きてもおかしくないなというのが、まあ、予想できるわけですよね。過去の、起きたことがもう一回起きそうなので。で、それを含めてですね、ちょっと警告したいなと思いまして、ちょっとここで、解説しました。なので、いつ来るかわからないんですよね。まあ、ただ、大体ニュースとかにかけてですね、ガツンとやってくることが多いと思うんですね。これがですね、また違う、ツイートなんですけれども、Bitcoin has not bottomed yet. Leverage ratio climbing back up too quickly. Derivatives still calling the shots. Tail wagging the dog. Shorts are setting up to sweep 42k loads. つまり、まだ起きてないショートなんですけども、もしショートスクイーズが起きたら、まあ、言ったようにですね、このレバレッジかけてるね、クジラがショートしたら、42万2000でもう一回来るんじゃないかなと。Until leverage traders are done, Bitcoin faces stiff headwinds. Look downward pressure to persist. ということで、これがですね、まさに、過去、今年のマーケットで、ですね、5月にビットコインのプライスが黒なので、こうガツンと落ちたじゃないですか。で、まあ、落ちたこの時に、まあ、レバレッジレーションがこう高かったわけですね。このレベルというのは結構高くて、まあ、ポンポンと。今、オールタイムハイまで記録しちゃってここにいるわけですけれども。で、何が言いたいかというと、終わったなと思った時、つまりこれですね、ビットコインボトムなんですけれども、ただ、こう、かなりレバレッジが上がってきてるわけですね。で、それでまあ上がっていったと。まあ、つまり、これを使って買っていったわけですね。ステーブルコインを使って。で、
今見てるところはこれなんですけれども、レバレッジが上がってきてると、じゃあそうするとみんな買うから上がるわけですよね。じゃあ上がった後どうなるのかというのが問題なわけですね。で、それが見えるのがこれですね。上がった後に、まあ、プライスも上がりますけれども、買うので。で、その後にガツンと、こう、値段が下がるわけですね。この時も、値段ががっつり下がって、レバレッジも下がるわけですよね。で、これが、これがクリーンのマーケットらしいんですね。つまり、レバレッジがなくなって、きれいにクリアされた時というのは、なるほどね、ここがボトム近いなというふうになるんですけども、これまだなんですよね、今。ちょっと早いわけですよ。で、そこを警告鳴らしてるわけですね、この人は。この先ほどに言ってるんですけども、これですね、ここ、レバレッジが高い。今も高い。で、この時も高い。高い。高いですよね。で、ここも高いわけですよ、比較的に。で、5月から4月に向けて、この部分が思いっきりダウントレンドで落ちたわけですけれども、この時点でもまだ高かったわけですよね。半分が0.15。なので、これをきれいにですね、レバレッジされた、フューチャーコンタクトをきれいに洗い流そうということで、もう一回ガツンと下げてですね、ここの部分から。またさらに下げて、ここになると、もうみんな短期のレバレッジトレーダーがなくなったと。で、レバレッジはきれいに落ちたということで、ここから先はですね、きれいに上がっていったと。ただ、上がるにつれてまたレバレッジ上がっていって、ここの部分ですね。なので、この時はクリアされてないですね。この時は少しクリアされましたね。これ上がりすぎたので、値段を下げると。ショートスクイーズで、これが9月ですよね。9月の21日。この辺の時に値段が下がって、このレバレッジも解消されたと。で、その後値段が上がるとまたレバレッジが少し上がってきて、で、ここの部分ですよね。値段が下がったところで、ここきれいに下がってますけれども、で、その後またちょっと上がりすぎじゃないっていうところが問題なわけですよね。何が言いたいかというと、上がりすぎると、がっつりと下げられて、レバレッジをクリーンにしますよと。それがまた急に上がってきたら、また下がりますよということです。ここは、うまくクリアされてないですので、ショートスクイーズされてないですけれども、ここまでプッシュバックされて延期されましたけれども、今回、一回落とした後に、なんでね、なぜいきなりここまで早く、そんな早く戻ってきたのかというのが、謎なわけですよ、ここ。なので、もう一回落としたものありじゃないのかなという、つまりレバレッジが上がりすぎると、いつクジラが来てもおかしくないので、その分が今の現状ですよね。だからここが警鐘を鳴らすべきかなというふうに個人的に思っています。なので、もう一回ガツンと落として、ここボトムになるぐらいじゃないと、それまではですね、ショートスクイーズの、プレッシャーが来るのではないかなというふうに言っている通り、私もこれにちょっと賛成なんですよね。で、ここのところまで話してないテクニカルアナリストをしているとか、もしくはこれのね、レバレッジに関して何も言ってない他の YouTuber がいたらですね、ちょっとね、それはちょっと無視しすぎじゃないのかなと個人的に思うわけですよね。だってこのオンチェーンのアナリストでこれ見れるわけじゃないですか、レバレッジが。で、このレバレッジが高かった過去のオールタイムハイの時に12月のこのめっちゃ大きいのが来たわけですよね。なので、ここを無視して、じゃあサンタラリーだなんて言ってても、いや、これが一番無駄じゃないっていうのがあるわけじゃないですか。だって気をつけなきゃいけないのは、このショートスクイズなわけですよね。なので、これですね、この、ショートスクイズ、これ見てみると、やっぱりここ、レバレッジがあった時ありましたよね。これ1時間速で見てるんですけども、12月の6日ですね、オールタイム入った時にガツンと、また値段下がったと。ここもそうですね。オールタイム入った時にガツンと下げたと。オールタイム下がったと。で、またクライムアップしてきてるので、そうすると、これですね、これ20日までしかデータ表示されてないですけども、今現在ここにいるはずなわけですね。デイリーチャートで見てみると、オールタイムハイとか戻ってきたので、そうすると、もう一回来るはずかなと思います。なので、これがブルートラップになる可能性は大いにありますよね。これがブルートラップでガツンと下げるというふうに見えてますので、正直ですね、ここまで話してくれてる YouTuber があまりいないので、正直ですね、あれ、これは自分だけなのかなって疑心暗鬼になりますけども、データで見る限りは危ない領域に達してますね。はい、なので、皆さんもですね、気をつけてほしいなということで、今回、この2回目の動画を応援したいと思います。もしですね、この動画が役立ったと思ったら、LIKE、サブスク、コメントでの、応援よろしくお願いします。おそらくですね、年末年始までは、こんな感じでですね、特にブレイクアウトはしないのかなと、したとしても、いずれ、ショート来るのではないかなというふうな街の状態の方が、対応できると思うので、準備しておいて、がっつりですね、買いこの辺でもう一回やれればなと、個人的に思います。